ミシェル・マーテリーは、ハイチの政治家、ミュージシャン、ミシェル・マーテリーと表記されることもある。2011年から、同国大統領を一期務めた。1961年2月12日生まれ、中産階級の石油工場現場監督の家庭で育つ。アメリカ合衆国のレッドロックス、コミュニティ短期大学に留学する。アメリカでは、建設労働者としても働く。 ハイチに帰国の後、1988年、ミシェル・マテリの実名で、コンパというジャンルでプロの歌手としての音楽活動を始める。およびスイート・ミッキーという名前でヒットを飛ばす。ハイチ国内はもとより国外での知名度を上げる。2010年、議員経験もないミシェル・マテリは、翌年大統領選挙への出馬を表明する。腐敗根絶や変革を掲げた。 選挙活動を行う。2011年3月20日の大統領、選挙決戦投票に相手候補のミルランドマニガよりも得票を伸ばして68%の得票率で勝利する。5月14日、第41代ハイチ大統領に就任する。就任演説で雇用喪失や教育の無償化、公衆衛生の実現などに取り組むことを盛り込む。しかし議会は、 野党が多数派となっており、次期首相をギャリー・コニーユとした人事案は同年10月に承認されるまで2回も否決された。2012年12月に来日している。2015年10月に公認を決める大統領選挙が行われ、12月に決選投票が行われる予定であったが、10月の選挙で不正があったとして抗議デモが発生し12月の 決戦投票は2016年1月に延期され、しかし抗議デモが収まらなかったため再延期となり、2月7日に任期満了を迎えたマテリは大統領を退任。首相のエヴァンス・ポールが大統領代行に就任するという事態となった。その後、2月14日より上院議長のジョスレルム・プリベールが暫定大統領となった。 やり直しの大統領選挙が行われたのは2016年11月20日であった選挙活動サイトありがとうございます。